業系企業である。また、株式会社スカイラークホールディングスは、スカイラークグループを統括する、純粋持ち株会社である。株式会社スカイラークレストランツは、スカイラークホールディングスの子会社である。洋食ファミリーレストラン、ガスト及び、ジョナサン、和食チェーン、アイア、ユメアン、イタリアンレストラン、グラッチェガーデンズ、中華料理チェーン、バーミヤンなどを経営する。2000年代頃から、他のレストラン企業や、フードビジネス企業の M&A を実施し、スケールメリットを生かした、経営戦略を行っている。スカイラークグループの運営、傘下の総店舗数は、2021年9月末時点で3101店舗。1962年、東京都北多摩郡保谷町のひばりが丘団地に、横川丹、知能良、横川京、横川則夫の横川家が、食料品を取り扱うスーパーとして、寿食品を創業した。場所が悪いとされ、誰がやっても潰れる店と週刊誌で取り上げられていたが、実際に交通量調査をして商機があると判断し、開店した。まだ、コンビニエンスストアという言葉もなかった時代に、食品の便利屋として、住民の要望を聞いて、食品の小分け販売をして、好評を博すなど、寿食品は、地域に根ざしたスーパーとして、支持を得ることに成功した。清瀬に4号店、国分寺に6号店を出店し、店舗も1店ずつ増え経営は軌道に乗りかけ、兄弟4人で日本一のスーパーになれるのではないかと話したこともあった。しかし、当時の高度経済成長期には、大駐車場を完備した大型店舗の総合スーパーの進出が各地で進み、国分寺駅前に西友が進出したことで、寿食品の経営を直撃。西友には勝てないと判断して、スーパー廃業を決めた。他業態への転換を模索する中で、当時の日本の外食産業のレベルの低さを感じ、食の分野で日本一になることが兄弟4人の夢と考えて、外食産業への参入を決めた。経営研究団体、ペガサスクラブのアメリカ視察に参加し、ビッグボーイやデニーズを見学した。兄弟4人で、ファミリーレストランか、ファストフードか意見が割れ、マクドナルドの日本への導入も検討したが、ライセンス契約に3億円かかると言われて断念。ファミリーレストランに落ち着いた。アメリカではすでにモータリゼーションが進み、郊外型のレストランが繁盛している点に着目。日本でもマイカーブームが急速に進み始めているところに商機を見出し、マイカーで移動する。ファミリー客をターゲットとしたレストランが考案された。1号店ガスト国立店大手銀行からの融資は受けられなかったため、田無農業協同組合から融資を受け、新興住宅地として開発が進んでいた東京都府中市の甲州街道、下り川沿いに土地を購入した。1970年7月7日、日本における郊外型ファミリーレストランの先駆けとなる。スカイラーク1号店である国立店を開業した。開店当時の店舗外観は大きな三角屋根に天井まで張られたガラス窓といったアメリカンなものだった。なお店舗名は国立店だが所在地は府中市政府町5丁目である。同店はガスト国立店として2021年現在でも存在している。社名及び店名には寿食品創業地のひばりが丘団地と1号店の所在地である府中市の鳥がひばりであることにちなみ、ひばりの英語名スカイラークが採用された。創業時はスカイラークとカタカナ表記でイメージが硬いという理由から後にひらがな表記に変更された。オープン当時のメニューには洋風レストランの一番人気であるハンバーグを発展させたハンバーグ&エビフライ。ハンバーグ&カキフライなどがあった。同じ皿に盛り付けて登場したハンバーグ&エビフライは、当時のレストラン業界では、前代未聞で初めてだったが、利用客からの評判は、良好だった。ハンバーグメニューでは、当時の競合レストランが実施していた加熱した、鉄板で提供する工程を廃止し、普通のミート皿で盛り付けを行った。スカイラークは、多摩地域で店舗を増やし、本部があり、初期にセントラルキッチンの機能を果たしていた、国分寺店のほか、小金井店、武蔵野店も出店した。三鷹店が、地元の暴走族のたまり場となり、暴走族のリーダーだった、調布の八百屋の息子と創業者が直談判したことも、あった。1号店出店前から、三多摩30店計画として、本部のある国分寺から放射状に、幹線道路沿いに出店する計画を立て、1970年は、甲州街道作戦、1971年は、青梅街道作戦、1972年は、五日市街道作戦という立地戦略だったが、当時の五日市街道は、道路の流れが良くなかったためうまくいかなかったという。横川4兄弟が、外食産業への参入を決めた契機として、アメリカ視察などを通じて、日本の外食産業のレベルが低いと感じた背景について、横川卿は、美味しい店に行けば、値段が高い。安い店はまずくて汚くろくに挨拶もしないようなところばかり。我々は綺麗できちんと挨拶もして高いものは売らない店にすることを目指しました。綺麗で良いサービスで早いということですと語っている。なお、実際には専門のシェフもいなかったため、三井グループの会員制クラブ三井クラブのシェフだったバンバ義勝に指導を仰ぐことになった。バンバは後にスカイラークに招かれ、常務となっている。スカイラーク、ポール・サイン看板ファミリーレストランとしてのオペレーションの基礎が固まり、このビジネスモデルを活かした多店舗化を検討するが、当時の新興企業スカイラークが地元の取引銀行から融資を得ることは容易でなく、土地を所有するオーナーと長期にリース契約を結び、オーナー側が店舗建築費を負担、スカイラーク側が通常の土地リース代と店舗の使用料を含む割増の家賃を支払うリースバックシステムを開発する。この試みも実際には容易でなかったが、スカイラーク店舗へ土地オーナーを招待し、繁盛している様子を実際に見せて契約を取り付けるなどの努力を重ねた。1974年には埼玉県、神奈川県、千葉県に各30店舗を出店する首都圏100店構想を発表。1976年に埼玉県東松山市にセントラルキッチンを作る前には関東300店構想を掲げた。1981年、ファミリーレストランの大規模チェーン発のPOSシステムを日通工と共同開発し全店で導入した。これにより既存の手書き伝票による利用客からのオーダー受けが客席におけるハンディターミナルのボタン入力で完了し、メニューの販売履歴の管理、在庫管理、発注がシステム化され、効率的な店舗運営が可能になった。このシステム化の成功により、少人数での対応によるローコストオペレーションへの改革と多店舗化に弾みがつくこととなった。1980年代半ば、それまでのチェーンレストランにはなかった斬新な和食メニュー、麦とろご飯膳を発表した。世の中のヘルシー志向などに即したとろろを取り入れたため、ファミリー層を中心に売れ筋メニューとなった。以後、スカイラークは和食メニュー開発に積極的に取り組み、キノコ雑炊、チキンもろみステーキ、マグロ丼など、自社のセントラルキッチンをフル活用した。ヒット商品を作り出した。時代の変化や消費者ニーズの多様化に応え、1980年4月にコーヒーショップ、ジョナサン1号店をオープン。1982年には、アーリーアメリカン調のカジュアルレストラン、イエスタデーなど斬新なコンセプトのレストランを開店させた。イエスタデーは、チェーン展開されたものの、現在はすべて閉店、または、ガストなどに転換している。1986年4月には、中華料理、バーミヤン1号店をオープン。その後も、和食レストラン、アイや、夢庵など新業態を開発し、レストラン業界のリーディングカンパニーとして、成長を続けた。1993年、スカイラークグループは、外食産業の内テーブルサービスレストランとして、初の1000店舗出店を達成した。呼び出しベル1992年、バブル崩壊後当時の低迷を打開すべく、当初は高級路線の実験店舗ブランドだったガストを低価格の新業態として、東京都小平市に1号店を開店した。なおこの1号店は後に閉店し、隣に新しくバーミヤン小平中町店が建てられている。ガストの店名は、スペイン語、イタリア語で味を意味するガストを英語読みしたものである。ホールでは当時としては、珍しいセルフサービスのドリンクバーやワイヤレス型、呼び出しベルの導入。キッチンでは、スーパーキッチンなどで実験中だったコンベアオーブンを導入した。なお、価格や性能などの問題で、日本製ではなく、米国のリンカーン社製のものを採用した。その他、料理の出し方の変更、各ポジションなどのプリンターによる、作業開始などの工夫により、より少ない従業員での運営を可能にし、スカイラークで懸案となっていた高騰する人件比率を抑えるなどして、低価格を実現した。店員の服装はジーンズにポロシャツ、缶バッジ、スニーカーというカジュアルなスタイルとなった。近年のガストの外装ガストに設置されていたプラスイ端末1993年には当時720店あったスカイラークのうち420店舗を約1年でガストに転換。美味しい料理をポピュラープライスで自宅のダイニング感覚でお食事をコンセプトに客単価を大幅に下げたために1993年頃には業界でガスト化、ガスト現象など呼ばれるブームを巻き起こした。しかし、セルフサービスの導入などの効率化は客席放置につながり、メニューが飽きられ、客層も悪化し、1994年頃には早くも業績が落ち込んだ。これに対し、当初より過剰なセルフ化などサービスのレベルダウンには反対していた当時の社長千之助は大いに危機感を抱き、ブラッシュアップキャンペーンとしてサービスや調理の基本を見直し、価格も都市型、地方型と分けていった。1998年にはガストビジョンと呼ぶ42インチプラズマディスプレイを設置し、衛星放送などを放映した。これは2007年に運用終了した。2001年1月25日には駐車場設備機器の販売、保守を行う株式会社 JCM が手掛けるマルチメディア端末プラス E を東京都武蔵野市のガスト積善店に試験導入。2002年4月までにガスト全店舗に導入した。これは2005年に運用終了している。2003年11月。八王子寺町店をオープン。単一ブランドのファミリーレストランチェーンとしては、初となる1000店舗を達成した。2006年6月に、創業家である横川家を中心としたマネジメントバイアウトを行い、非上場化することを発表。バブル期の無駄な投資や創業者兄弟の様々な個人事業なども原因となり、それを乗り切るための MBO だった。MBO を発表した会長の横川京は、MBO 後5年目の決算で再上場する考えだった。総費用が2700億円を超え、日本最大規模の MBO となった。MBO を行う理由は、外食産業の市場が縮小する一方で競争が激化しており、スカイラークの業績も悪化していることから、店舗の統廃合、新しい業態の創造など、抜本的な事業再構築をする必要があること。そのために、短期的に利益を圧迫するなど5万人を超える株主の要望に応えることができない恐れがあるため、としていた。MBO は、まず、野村ホールディングス株式会社の完全子会社である、野村プリンシパルファイナンス株式会社の子会社である、SNC インベストメント株式会社が、2006年6月9日から7月10日の32日間にわたり株式公開買い付けを実施した。94.38% の株式の応募があり、TOB は成立し、7月21日の株式引き渡しで SNC インベストメントが筆頭株主となった。この後9月19日に上場廃止、10月1日に産業活力再生特別措置法に基づく金銭交付による株式交換を実施、SNC インベストメントがすかいらーくを完全子会社化した。さらに創業家や従業員の出資を受けた後、2007年7月1日に SNC インベストメントがすかいらーくを吸収合併、新生すかいらーくが誕生した。2006年12月1日、すかいらーく会長、横川京が2007年1月1日付で社長に就任、会長職は兼務する人事を発表した。現職の社長、伊藤康隆は、すかいらーく副会長兼バーミヤンカンパニー、COO に就任し、収益が悪化しているバーミヤンの立て直しを図るが、業績回復は果たせず、翌2007年8月31日付で、伊藤は副会長並びにバーミヤンカンパニー、COO を引責辞任し、特別顧問に退いた。これにより、横川京が会長兼社長兼 CEO に就任し、ワンマン体制となる。同年10月1日付で、機構改革、人事異動を行うと発表。これまでのカンパニー制度を廃止、新設する10本部による、機能別組織運営体制に移行するとともに、会長職を廃して、横川京は、社長兼 CEO となった。横川京の再建計画は原材料価格の高騰で暗礁に乗り上げ、サントリーや伊藤忠商事からも、増資の約束を取り付けたものの、SNC インベストメントが、横川の解任を模索。労働組合も投資会社に同調し、横川の解任条件だった融資銀行団の同意も取り付けた。野村証券の副社長から創業者4兄弟に対し、横川京の社長退任を求める申し入れがあったが、横川京は MBO の際の約束と違うとこれを拒否した。2008年8月12日、臨時株主総会と取締役会が開かれ、野村プリンシパルファイナンスと CVC、キャピタルパートナーズが提案した、横川京社長の解任と、谷誠常務執行役員の社長就任が決議され、横川京は社長を解任された。創業者兄弟も同時に、すかいらーくの経営から退いている。また同時に、木沢治取締役も、本人の意向により辞任し、野村グループなど株主が主導する再建策へ移行した。野村プリンシパルファイナンスは、現存のすかいらーくをすべてガストへ転換することを発表。2009年10月29日、最後のすかいらーくだった川口信号店の閉店により、創業時からの主力だったブランドとしてのすかいらーく店舗はすべて消滅した。なお、すかいらーくを解任された創業者の横川京は、2013年6月1日に、東京都八王子市、高倉町で、高倉町コーヒー1号店となる、八王子店を開業。翌2014年4月28日には株式会社、高倉町コーヒーを設立して、チェーン展開している。2015年3月に、傘下のリラックスが、日本初のすかいらーく系列のコーヒー店、武蔵野森コーヒー1号店を横浜市南区六川にオープンした。従来すかいらーくが運営していたお箸カフェガストを改装し業態変更したもの。都心のカフェはコンビニエンスストアのコーヒーに押されがちだが、郊外では女性やシニアに食事メニューやサービスを充実させたコーヒー店が人気を呼んでおり、その流れに乗ったもので、店舗面積は約300平方メートル。30から50代女性を主なターゲットとし、ソファを置いて長時間滞在客を想定している。1杯580円のコーヒーを数種類と400円のブレンドコーヒーを用意し、従来のファミリーレストランのドリンクバーとの違いを演出。さらに食事ではパンケーキ、サンドイッチなど女性好みのメニューを充実させ、朝食メニューも強化。1号店の目標年商はガストよりも 50% 多い1億7000万円。午後の想定客単価を1000円とガストよりも高く設定するとともに、客の滞在時間を長めに設定し、食事やデザートの注文の増加を狙う。ガスト、バーミヤンなど3000店舗のうち苦戦する約150店舗を夢庵のほかニラックスに移管した上で、しゃぶ葉、武蔵の森コーヒーなどに転換する方針。2015年から2016年にかけてグループ経営を高度化させ、グループの競争力を高めるためとして、会社分割による持ち株会社体制への移行が行われた。分割準備会社として2015年9月17日に、スカイラーク分割準備株式会社を設立。2016年1月1日付で、分割準備会社が、スカイラークのレストラン事業を、九州分割の形で承継。称号を、株式会社スカイラークレストランズに変更し、スカイラークの純粋持ち株会社への移行は完了した。2018年7月1日には、持ち株会社スカイラークが社名を株式会社スカイラークホールディングスに変更した。スカイラークグループは2020年1月20日、全店での24時間営業廃止や深夜、営業時間短縮などを盛り込んだ。働き方改革施策を発表した。スカイラークグループでは2020年1月から4月にかけてこの施策を実施する方針を打ち出していたが、くしくも2020年4月に新型コロナウイルスによる政府の非常事態宣言発令に伴い、飲食店に対して営業時間短縮要請が出されたことにより、深夜時間帯の営業を取りやめることとなった。新型コロナウイルスの感染防止と店員の作業負担を減らすため、2022年末までに約2000店舗で配膳ロボットを導入する。主力業態、ガストの一部や、しゃぶ葉全店の計約1000店に導入する。2022年末までに、バーミヤンなどにも導入し、約2000店舗に達する見通し。国内約3000店の6割以上で配備する。以前のスペイン語、ガスト看板から、シンプルなレストランガスト看板へ、リニューアルガスト創業期からのメニュー品目を絞り込んだ、低価格路線は、一部のメニューを残して、品質のグレードを上げつつ、軌道修正を行い、単調なメニュー構成から、往年のスカイラーク、ファミリーレストラン時代を彷彿とさせる洋風、和風メニューのラインアップの拡充が実施され、軽食もガストバーガー導入など強化された。2005年度から従来のガストの他にハンバーグガスト、お箸ガストといった専門店風にガスト店舗のリニューアル工事を行った。今までの原色を多用した内装を落ち着いた色調の壁紙などを使用したタイプへ変更、店舗看板ロゴポールサインなどもシンプルなデザインへ改められ、ドリンクバー設備のリニューアルを実施。店内の客席を仕切るパーティションも新たに丈の長いタイプが導入され、隣席の視線を気にせず食事ができるなどの点が改善された。2008年12月に原材料価格の高騰などからメニューを値上げし、本体価格の端数が9円となるよう設定されているものが多くなった。目玉焼きハンバーグ目玉焼きハンバーグガスト。創業期からの人気メニューであり、ガストの代表とも呼べるメニューでもある。創業期の価格は380円。スカイラークグループのセントラルキッチンで作られた、OG ビーフ仕様のハンバーグ用パティが使われる。このハンバーグパティは、チルド冷摂取5度で、冷蔵保冷され、作りたての風味を、冷凍加工で損なうこともなく、鮮度、品質を重視し、グループ会社の配送会社、ジャパンカーゴによる、チルド対応トラックでの配送を行う、自社一貫体制のシステムを持つスカイラークグループの強みでもある。目玉焼きハンバーグは、150g のバーグをグリドル調理器でパティを表、裏の表面を軽く焼き上げた後、鉄板に乗せオーブン内部で、ベルトコンベヤーがゆっくり流れて焼き上げる、コンベヤーオーブンで焼き上げる。ドミソースもスカイラークの自前工場、セントラルキッチンで、下味加工され、湯煎で温められた、ドミソースを、熱々の鉄板にかけ、グリドル調理器で、エッグリングを使用し、焼き上げた目玉焼きと付け合わせポテトを添え、提供されている。スカイラーク創業時に提供していた、ハンバーグステーキは、ガスト創業時の目玉焼きハンバーグと同じ価格380円で提供されていたが、2008年12月にガストは原材料価格の高騰などから目玉焼きハンバーグを399円に値上げした。その後も設備を充実させる際に製法こそ変更されたものの長らく提供されていたが、2016年にハテリタ、マハンバーグの導入に伴いメニューから消滅した。しかし、2020年11月下旬のグランドメニュー、改定でテリタ、マハンバーグの提供が終了し、ドミソース仕様のデミタマハンバーグを導入。事実上の値上げ復活となった。キノコ雑炊1980年代のスカイラーク全盛期からの人気メニュー。ガストでも創業期から導入された。キノコ雑炊のだし汁パックにはセントラルキッチンにて下味を加工した上で配送されてきたものが使用されている。鉄製キャセロールの器に入れて加熱処理し、ライスを規定量入れて沸騰後に溶き卵を入れ、半熟の状態に仕上げられている。幅広い年齢層に支持されて長らく定番メニューとなっていたが、2019年のリニューアルの際に具材にエビが追加されてエビとキノコの雑炊となったため、本来のキノコ雑炊は消滅した。しかし、2020年11月のグランドメニュー改定でエビとキノコの雑炊の提供が終了し、雑炊メニューが消滅した。ドリンクバーからプレミアムカフェ創業期から基本的なコンセプトは変わらず、セルフ方式で利用できるドリンクバーはファミリーレストラン事業者へ普及させた先駆者として、品質アップや引き立てコーヒーマシンの導入などを実施してきたが、新たな取り組みとして2005年、順次店舗がリニューアルされ、プレミアムカフェの名称を使用した、グレードアップした進化型のドリンクバー提供を全店で始めている。コーヒー豆も高品質なアラビカ種 100% に変更、12種類のアラビカ種ブレンドの引き立て、プレミアムコーヒーが利用できる。専用エスプレッソマシンの導入や 100% オレンジジュースの提供、日替わりで提供する冷茶など、競合店ドリンクバーとの差別化を意識した変更を実施している。ルームサービス用宅配バイクガストバーミヤンのチェーン店でデリバリー業態のルームサービスを実施している。宅配料金は無料で1500円以上からの注文から受け付けている。テーブルサービスレストランを利用しないユーザー向けにより手軽にレストランの味を提供する目的で、価格帯もコンビニエンスストアの弁当価格を意識した手頃な価格帯から手の込んだレストランメニューまで幅広く用意されている。ルームサービスでは、ホームページ、または自宅へポスティングされたメニューチラシで、利用客が電話注文を行う。初回利用時に無料の会員登録を行えば、次回利用時から簡略化した注文が可能となる。デリバリー用に開発した回収不要な容器を使うため、店内のメニューとは違う専用メニュー、一部アレンジを変えてのメニュー構成となっている。ルームサービス宅配時間は午前10時から午後11時30分まで受け付けている。デリバリー対応店舗には専用宅配バイクが5台前後、店舗によっては宅配専用の軽乗用車が1から2台程度用意され、専用の運転手を採用し、空き時間などは店内の洗い場、清掃作業、宅配エリアへのメニューチラシのポスティング作業や、事業所訪問、店内フロアかキッチンのうち一つを希望してその仕事を行う。また新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、他の多くの飲食店同様、テイクアウトを拡充する予定である。2004年度に発表した中期5カ年計画の主な事業目標では、グループ売上高を2009年度までに1兆円企業体を目指すことが記された。M&A 戦略を今後も積極的に実施し、既存のスカイラークグループ部門で約5500億円、残りの部分を M&A による買収した参加企業体との相互効果で成長があっての予測値ではあるので、今後 MBO を実施してまで進める不採算部門の閉店、事業転換の成否が他の大手外食産業に注視された。2009年1月14日、バーミヤンよりも客単価が100円ほど安く、サラダなどの洋食も扱うチャイナカフェガストを展開することを発表した。一部のバーミヤン店舗を転換し、同年3月12日に鹿児島に1号店を出店した。その後、同年12月、チャイナガストとしてリニューアルしている。2020年頃から、同じすかいらーくグループの唐揚げ専門店であるから、よしとの複合業態を一部店舗で開始している。メニューの拡大による、新規客層の開拓や、新型コロナウイルスによる、外出自粛で、店内飲食客が減る中、テイクアウトに強いから、よしを導入して、テイクアウト志向の客を呼び込むことを狙っている。店舗では、店内飲食メニューとしてから揚げ単品や定食を展開し、テイクアウトでは単品と弁当を展開している。リダイレクトの所属カテゴリムアンに関するカテゴリー、グラッチェガーデンズに関するカテゴリー、ガストに関するカテゴリー、アイアに関するカテゴリー、エスガストに関するカテゴリー、フロジャポンに関するカテゴリー。ありがとうございます。